ヘリボーン訓練を行う KSK 隊員。KSK とは、ドイツ連邦陸軍特殊作戦士団霊下の旅団級、特殊部隊である。1996年に編成される。日本語では特殊戦団と訳される場合もある。KSK のモットーは、ホキトオムニアバランタス。管理系統は、特殊作戦士団霊下にあるも、統合作成や国外での実作戦時には、 特殊部隊作戦式司令部の指揮下に置かれる。KSK の編成は、1996年、カルフのグラーフ・チェッペリン兵舎に駐屯する、第25空挺旅団を基盤に始まった。KSK 創設の基幹要因となったのは、解体された第25空挺旅団、並びに、連邦軍第100及び、第300偵察中隊の将校だった。編成は、2000年に完結した。 KSK は陸軍指導部に従属し、軍事制の作戦のみを行う純粋な軍事組織である。KSK は特殊作戦軍、グリーンベレー、そして SAS のような NATO 諸国の類似部隊と同じように創設された。これら部隊は、KSK のための原型かつて本であるだけではなく、戦闘訓練過程における常時パートナーでもある。ASAS AS との協力は、 特にうまく進行している。ヘレフォード市の第22連隊の中屯地から1 5トルにあるポートリラス市において共同演習がかなり頻繁に行われている。2002年ドイツのマスコミに KSK がアフガニスタンに投入され特殊作戦に参加しているという報道が現れたがドイツ国防省は損害や作戦の成否を含め一切のコメントを拒否している。 先祖にあたる部隊として1990年から1996年まで活動していたフォルスチャーンゲジャーカンピニー B1 と呼ばれるコマンド部隊が存在していたが、KSK の創立に伴い解体した。KSK はナチスへの系統や、軍内での武器の横領疑惑など、極右的な風土があるとして当局より調査をたびたび受けている。KSK の創設目的は、 ドイツ連邦軍の文書中において次のように定義されている。戦争の防止及び停戦、国の防衛の枠内における軍事作戦の実施のための陸軍部隊。新しい状況に基づき、連邦軍の前には既存の戦力が遂行できない新しい任務が生じている。このためには当該任務を迅速に遂行し、軍の行動は補足できる特殊戦力が必要とされる。 現在、KSK には、以下の任務の遂行が要求されている。KSK は、本部、100人からなる、偵察中隊、各80人の4個、コマンド中隊、通信、修理、物資、衛星保障の3個保障中隊からなり、総員580人である。コマンド中隊は、その各のが専門を有する4個小隊からなる。第一小隊は、地上浸透。 第2小隊は、空中浸透、第3小隊は、水上浸透、第4小隊は、複雑な地理及び、気象条件下での作戦を専門とする。訓練、研究センターも、戦闘部隊に属する。ここでは、候補者の選抜、その訓練等、あらゆる研究が行われる。KSK の狙撃手 KSK には、3ヶ月間の選抜過程を受けた。 連邦軍の証拠及び可視官だけが採用される。候補者の年齢の上限は以下の通りである。選抜第1段階においては以下のような基準により候補者の体力が検査される。選抜の第3週目にはグループでザクザツチとシュバルツバルト産地の長期行軍が行われる。この際、重量物を長距離運搬させられ、完全装備での負傷者の搬送。 登山及び飛び込みが実施される。この全てには睡眠と食事の制限が付随する。最後に候補者は心理的安定性の隠しテストを受ける。この後合格者は契約書に署名する。KSK での最低勤務期間は6年である。可視官の年齢の上限は38歳である。ありがとうございます。